番目の話は今日は割愛させていただきました。子供に抵抗力をつける、子供に子育ての仕方を教える、見せる、染み込ませておく、それだけでは足りない。善と悪というのは長い時間をかけて心の中で蓄積されるものである。そして皆さんもいつか子供に一人の人間として評価される時が来る。その時のために嘘はつかない、ルールを守る、これだけはしっかりと守っていく。そして4番目、子供に私たちは育てられているんだ。それは楽な子育てなんてないですから、みんな苦しいんですから。表向きはみんなうまくいっているように見えますけどね、みんなそれぞれ問題抱えてますから。 100% と言っていいでしょう。問題のない家庭の子供なんていないんですから。そういう形でその子供子育てをしながら、そして自分が育てられていくということです。まあ今日は子供と心を互いにして話して3つの話をさせていただきました。今日こういう席に、まあ、話させていただく上においてですね、あの古川先生にはいろいろ連絡等を取っていただき、またこういう席で話す機会を作っていただいたことについて心から感謝します。ありがとうございました。